こんにちは、インスピリステニスクラブの佐藤かなです。まきです。本日のインスピチャンネルは、まきちゃん、すいません、かなちゃんもう一回、最初から、はい、こんにちは、インスピリステニスクラブの佐藤かなです。まきです。本日のインスピチャンネルは女子大生まきちゃん試合への道。今日はまきちゃんと練習をしていきたいと思います。イエーイイエーイお願いしますお願いします。もうすぐ、はい、ダブルスの試合があるということで。そうですよね、はい、試合で使えるダブルスならではのショットとかストロークとかの技を教えていただきたいです。お、なるほど。じゃあ今日はミックスで使えそうなショットを練習していきましょう。はい、お願いします。はい、まきちゃん普段スピンが結構かかっているストロークを持っているので、はい、そのスピンを生かしたロブちょっと今日は練習していきたいと思います。ロブで、はい、はい、お願いします。頑張りましょう。頑張りましょう。スピンロブのコツは2つあります。まずは重心ですね。普段のストロークは前に体重移動してると思うんですけど、ロブは高い軌道を描きたいので少し重心を後ろに残した状態で振ります。であと1点はラケットの振る軌道です。先ほども言ったようにボールを高く打ちたいのでしっかりラケット下から出して擦り上げるように打ちます。で回転をしっかりかけたいので思いっきり振り抜きましょう。でその2点を意識してやっていきます。ボレーヤーの位置に立つんで、はい、まきちゃんのロブが甘かったら引っ張ってきます。はい、お願いします。ガンガン引っ張ってきます。はい、はい、ナイスラブ。ナイスショ。あんまり強く打とうとしないよね、ロブだから。あんま強く打っちゃうとボールが直線的になっちゃうからアウトしやすくなるので。ナイスショ。マキちゃん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今たくさんロブ打ってみて、はい、どうでしたか。かなさんのとか見てて、す
通になんか簡単そうに打ってたと思ったんですけど、うん、やっと難しくて全然入りませんでした、ね、やってみると難しいですよね。はい、難しかったです。もう最後私がボレーアに立って最初引っ張ったけたんですけど、はい、後半すごいいいスピンかかって、あ、スピンかかってましたストンって落ちてたんでちょっとコツつかめましたかね。なんか後ろに重心かけるのが多分大事なんだなと思います。後ろ重心ですね、ロブの時は。はい、うん、試合の時に、うん、余裕があったらロブを積極的に使っていって、その時に今ちょっとコツつかんだところを意識してやってもらえればと思います。はい、頑張ります。はい、頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。最新のおすすめ頑張れ。おすすめって言っちゃった。チャンネル登録はこちら。最新のおすすめ動画はこちらです。高評価ボタンも押してね。押してね。